あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。これね、結構草とか花とかいっぱい植えてみたりしたんだけど、どうだろう、どうだろうってね。今回はね、ちょっと出る方向間違えた。今回は、まあ、別にぐるっと回ればよかったんだけど、前から、結構みんながね、コメント欄でも言ってくれてて、体験版の時から。うん、コメント欄で言ってくれてて、で、まあ私も、素材集めに行った時とかに、見かけてたんだけど、寝てるドラゴンがいるじゃん。で、それ、なんだあれ。めっちゃ洞窟みたいな、作業台もあるし、なんか。ちょっと待って。そのドラゴンをね、今回は、ちょっと倒しに行こうかなと。そろそろ行ける頃じゃないかなと思って来たんだけど、来たんだけどって、あ、宝箱ある。待って待って待って、なんか宝箱、なになになに、怖い。別に全然怖くない相手なんだけど、ちょ、いきなり現れたからびっくりしちゃった。おお、なになになに、めっちゃ光に包まれてるよ。開く。命の木の実？なんだ。なんだっていうのもあれやけど。ちょ、食べとこう。よいしょ。最大 HP アップ !5 上がった。イエーイ。なんかね、ああいう感じになってさ、いきなりモンスターが現れたりとかするの私超苦手なんだよね。なんか怖くない？怖いよね。正直。おお、進めない。よいしょ。そろそろね、倒せるレベルにまで行ってると思うんだけど、どうだろうな。まあ、レベルって言っても別に拠点レベルなんだけどね、これ。よいしょ。いけるかな？いやー、燃やされる。燃やされる。あっこにもキメラいる。あー、気づかれた。気づかれたよ。さあ、どうだろう。よいしょ。もう飛び降りてもね、ノーダメージだから。全然。どしどし行ってやるわ。なんだあれ。またなんかわけのわからないのがあるけど。ほら、なんか炎燃えてんだよ。なんもない。あ、いた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 。これね。こいつ、ドラゴン。さあ。起きるかな。ちょ、待って、今、葉がね。は、待って、全然違う。草取った。え、あれ？あれ？攻撃当たってないの？顔やらなきゃダメってことかな。は、おー、来た。いやー、燃やされる。燃やされるよー。ちょ、待って。は、当たってない。お、怖い怖い怖い、待って待って。ちょ、溜めてる時にそれやられたらさ、ちょっと待って。燃やされるって。あ、この辺、押しちゃ。いやー。待って、素材いっぱい集まるけど待って。てか、動き素早い。ほら。え、あれなんか瞬間移動みたいな感じじゃない？ね。瞬間移動ぐらいになるんだけど。ほらほらほら。で、今度こっち向くんでしょ、どうせ。ほら。私がいる方向向くんだね、ちゃんと。いやあ、もう周りほら、取れる素材もなくなった。は、あ、でもこの調子でやってったら、いけそう。は、待って待って待って。びっくりした。は、でも思ったほど体力減ってないんだよね。結構持久力がすごいのか？持久力？防御力？おぉ、危ない。ギリギリだった、今。さあ。だって、一応、うお、30ぐらいさ、ダメージは与えてるみたいなんだけど、あんまり、体力が多いんかな？ねえ、なんかそんなに減らせてる感じがないんだけど。よいしょ、あ、でも半分ぐらいいってる、もう。うお、怖いよ。殺されるー。これやっつけたらなんか、特殊な素材が手に入ったりしないかな。ドラゴンをやっつけたから何なんだって感じかもしれんけれども。あ、
ね、体験版の時から一応ドラゴンがいるっていう情報は分かってたから、いつか倒したいなとは思っていたんだよね。あー燃える。あー当たらなかった。せっかく貯めたのに。さあ、はっ、あっ、くるくるくる、ちょっと待って、避けれてないよ。よし、はっ、あー行けてない、行けてない、別の意味みたいだ。うお、弾き飛ばされた。やばいやばい、攻撃交互に来る感じだから、ちょっと待ってね。あれ違う、回る方で来るかと思ったのに。ええー、ちょっと待って、燃やしまくりじゃん。ちょっと、おお、離れてたら燃やす攻撃来るってこと。あ、やばいやばいやばい、体力やばいよ、体力やばいって。ちょっと待って、投入、ちょ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 、届くって。おお、そっかそっか、しかも別にその場にいるわけじゃないよね、ドラゴンだって動くよね。え、ちょ、いやー、あの体力がやばいからかもしれないけど、ドラゴンなんか攻撃と攻撃の合間がなくなってきたんだけど、ちょっと、しかももうちょっとしたらあれじゃん、ゴースト出てくるよ。早く決めてしまわなければ。ほらほらほら、おう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 、さあ、お、行った行った行った、よかった。何これ、初めてくつろぎソファーを手に入れた。あ、これだ、これだよ。前にね、これも前に教えてくれてた人がいたの。ドラゴン倒したらくつろぎソファーが手に入りますよって。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。ほい。なんでドラゴンがソファー持ってんだろうね。すごい謎だけど。まあとりあえず、どこかしらに設置しようかな。ソファー、この辺の空き家にとりあえず、空き家、空き部屋、空き部屋に。お、快適な感じ。おし、お、燃やされる。ちょっと待って、ちょ、一旦寝るよ。はい、起きました。超アップ。座れる。おお、座ってる。これだよ、これこれ、ほら、ちゃんとね、クッションまでついてんだよ。クッションまでついてんだよ。くつろぎソファーっていうだけあって、ほんとくつろげる感じだよね。ほい、ということで、まあドラゴンも、でもこんだけね、武器と防具揃えても結構苦戦したけど、結構苦戦したけど強いんだな、やっぱり。あれで苦戦しててゴーレムってどうなるんだ。なんかすごく恐ろしくなってきたぞ。まあでもソファーを手に入れましたということで、まあみんな存分にくつろぎたまえよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ドラゴンってあの一匹だけなんかな、中ボス的な感じ。